皆様ご乗車ありがとうございます。このバスの行き先はこちら越村愛理プレゼンツバスで巡る金沢の旅でございます。バスガイドさん、はい、バスガイド、はい、そうです。9月20日は日本で最初にバスが走った記念日なんだそうです。さあ今回はですね、私が気になっていたちょっと穴場かもしれない金沢のスポットをバスで巡ってきました、うん、それでは出発えりすぐりスタートは金沢駅東口から、うん、はい、ありがとうございました。ゲットしました。金沢市の中心エリアなら何度でもバスに乗れちゃう、こちら金沢市内1日フリー乗車券をゲットです。これでバス旅行きますよ、うん、の方並んでらっしゃる。金沢の中心エリアが1日中乗り放題の金沢市内1日フリー乗車券、観光客に人気の乗車券ですが、今回は越村が行きたかったスポットも含め巡ってきますよ、楽しみ。車窓からの金沢、どの辺りか。はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。小橋です。おそう、最初に降り立ったのは小橋町、うん、町名は浅野川に架かる七つ橋渡りの一つ小橋から来てるんです。小橋で腹ごしらえといえば、皆さんやっぱりあちらのうどん、おそば、丼のおたふくさんを思うと思うんですが、今回お邪魔するのはこちら小橋カフェおたばさんです。私来てみたかったんですよ、うん、お邪魔します。気になってました。お、気になってた、うん、さあです、こちら小橋のほとりに佇む小橋カフェおたば。2階の窓からは浅野川が見え、憩いのひとときを過ごすことができます。いいですね。わあ、中も素敵、うん、ランチの日替わりプレート、キーマカレー、うどん、パスタの3種類から選べます。うわ、はい、お待たせしました。ありがとうございます。すごい、いやいいですよね。ほら、ワンプレートにもりもりのお料理たち、10種類以上たくさん載ってる。お魚もあるし、お肉もあるし、すごいもりもりで彩りがいい。じゃあ早速いただきます。わー、これサーモンだ。サーモンにクリームチーズ、下何か、何かな、これは。いただきます。うん、うん、うわ、梨だ。梨、ジューシーな梨に、とろっとしたサーモンが乗って、でクリームチーズがとろける、新しい。なんかちょっとやっぱオリーブオイルでマリネっぽくなってるあたりがすごく香り豊かで美味しい。必ずついているお肉とお魚、この日のお肉は肉厚なローストポークです。アボカドのクリームソースにちょっと和です、だちです。秋を感じてきますよね。すごいですね、新鮮に見えますね。豚が柔らかくって脂身がいいんですが、すだちの爽やかな柑橘類でさらっとしてる。でアボカドがすっごく美味しい。わあ、うん、幸せ、うん、幸せランチです。伝わってきます、うん、小橋カフェおたばの絶品ランチを堪能した後は、はい、再びバスに乗り込みましょう。続いての目的地は広小路です。おお、ぐるっと行きましょう。初めて、どこ行くんですか。根っこがこう上にうわって上がってる松見たらあ、お金貯まりますようにってこういう、はい、ちょっと絡んでみたりこれもバスの良さです、うん、今回の、はい、バス旅は越村が気になっているスポットを巡りたいということで、私が行ったことのないスポットをえりすぐっているわけなんですが、うん、続いて向かうのは桜橋上がって広小路です。よかった。さあこちら広小路を降りて向かったのは谷口義郎義雄記念金沢建築館。こちらの施設では金沢市内1日フリー乗車券を見せると入館料が割引になります。建築家谷口義雄さんが手掛けたミュージアム、専門医の高木さんにお聞きしました。谷口建築見るときの、 ちょっと面白いポイントがありまして、うん、こちらに来ていただくと分かるんですけれども、
目地ですね。目地？目地です。素材と素材の間の隙間なんですけれども、それが全部つながってるっていうのが特徴なんですよ。この壁の目地、して目地で、床の目地ですね。でその目地の上にテーブルがあって、でその外の石の目地もつながってるっていう。すごい。うわ大変。他も全部。そうなんです。柱も全部あのここもだ。目地に合うように。ぜひあの谷口建築他の建物も見に行くときは それを気にしながら見ていただけると、ちょっとまた普段とは違う。じゃあ鈴木大説家もこうなってるし、うん、はい、もし銀座シックスもなってる。目地だよ目地。覚えておきます。さあこのミュージアム自体が見どころ満載です。常設展示では父谷口義郎さんが手掛けた茶室から息子義雄さんが設計した水庭があります。ご覧ください。畳のへりから目地つながっていますよ。本当だ。コマーシャルの後、建築とアニメ、気になる企画展をご紹介します。大きなパネルに街の絵が描かれてますけど、今回はどんな企画展をしてるんですか？はい、現在アニメ廃棄美術に描かれた都市という企画展を行っています。1980年代末から2000年代初頭にかけての劇場版のアニメーション映画の廃棄美術に描かれている都市や建築にフォーカスした内容になっています。ビッグタイトルが並んでいますよ、うん、制作されたアニメは CG 技術が大きく導入される前に作られたもので、背景は手書きで描かれているものです。いやすごいな。めちゃめちゃニッチじゃないですか。うん、そう。実は私子供の頃大好きでした、機動警察パトリーバー。私あのコミックから読んで、あのアニメも見て、すごい劇場版も全部見てるんですけど。パトレイバー劇場版1の方は具体的な絵を描くというよりも、どこか懐かしい昔の日本、戦後すぐの日本っていうものを描き出していて、その後ろにこれから出てくるであろう超高層が入ってくるというような形で、80年代末にはまだ存在してなかった10年後の東京っていうものを想像して描かれてるんですね。そうだったんですね、はい。アニメーションという架空の世界でありながら、現実にあった建築物をモチーフに描かれている背景美術、その狙いとは一体何でしょうか？架空だけど日本人ならあるよね。そうですね、そういう感覚が逆にリアリティ、アニメーションのリアリティにつながっていくということですね。深い深い顔してましたね今。金沢建築館で知見を深めた後、さあ最後深めに行ったのはこの町です。結局金町にあります。今回屋台村トーリャンセ金沢フードラボです。いいですね。日も沈み肌寒くなってきたので温まりましょう、うん、早い、さすが。おお、久しぶりの日本酒。あー久しぶりの酒でした。はい、早速おでんをいただいていきましょう。大根もしみしみです。そしてご覧ください、これトマトボールなんですが、季節おでん純特製の練り物なんです。あー、なんかいい香りします。はい、トマトおでんです。ありがとうございます。わー、綺麗。わ、面白い。これがトマトボール、ね、練り物の中にミニトマトが丸々入ってる。新しいね。いただきます、うん、うわ、うん、すごいさっぱりおでん。なんかトマトの酸味ですごく口の中すっきり、果肉感が楽しめる。練り物すっごい美味しいですね。沸いたお湯で油抜きして、はい、だからこんなすっきりしてるんだ。すっきりしてるからのいいな、秋やね楽しくなってきましたね季節おでんという店名から秋を感じたいとオーダーしたのがこちらのおでんです。
はい、そしたら季節のおでんで、舞茸のおでんですね。おでんもその煮込む系のおでんとさっとくぐらせる系のおでんがあって、舞茸はさっと系、さっと系で、あ、そうなんですか、はい、いただきます。うん、あ、いい、歯ごたえ、うん、おでんの出汁するとシャキシャキ感の中にジューシーね。そうですね、あとキノコの出汁が出るので、本当、はい、うん、お酒が進むのと、なんか出汁も飲みたくなるし、お酒も飲みたくなるしみたいなね。まあ厚皮の日本酒にちょっと出汁を入れて、出汁で割って飲んでも美味しいと思います。何ですかその飲み方。はい、出汁割りです。はい、知ってました？金沢出身の私、知らなかったんです。出汁割り、絶妙な割合でいただく通な一杯。さあ、そのお味は。これはやね、だしの風味とその奥に日本酒が香ってるみたいな、知らなかった今まで。おでんってやっぱりほっこりとしたイメージなんで、まあ、そのだし割りとか熱燗飲んで、まあ、リラックスしてもらえたらいいかなと思います。ということで、私は今日はここで解散したいと思います。皆さん帰っていただいて大丈夫ですので、ね、お支払いは後でちょっとなんかご相談で。現実的に。はい、ありがとうございました。金沢駅から最後は片町で下車して、はい、まあ最後金沢駅まで戻ればいいんですけども、すごくお得でした、ね。まあ、金沢って全国的にも、ね、コンパクトで見どころギュッとなってるっていう都市ですから、バスでこう回るっていうのはぴったりなのかなと思いますし、これ小沢ちゃん免許取る必要ないね。そうですね、バスでこんなに、ね、回れるんだったら本当に最後ね、出汁割りまで美味しくいただいて、そう気持ちよく帰るっていう、そうなんですよ。だ、大人になってからちょっと遠足気分でお友達と決めてみるのいいと思います、ね。今回の周遊バス、金沢駅出発で乗りましたが、だいたい右回りのバスと左回りのバスと2種類走ってます、うん。全部15分ずつの間隔で流れてるのですぐ来ます、うん。なので、金沢駅ですごい行列っていうバスの7番乗り場があるんですが、でもバスって収容人数結構あるので、うんうんうん、結構早く乗ることができます、はい。さあ、今回はですね、この金沢駅東口から行きまして、小橋町で最初降りました、はい。ここで行ったのが、はい、おたばさんですね、うん。おたばさんのランチずっと気になってたんですが、うん、ワンプレートにもりもりです。すごいですよこれ。すごいのが、大抵お肉かフィッシュなんですけども、うん、どっちも入ってる、ね。そして谷口義郎義雄記念館で目地を眺め、最後はおでんを眺めてください。目地からのおでん、はい、なんか結構コンパクトに一日中楽しめるコースができました、ね。さあ、今回使用した金沢市内1日フリー乗車券はデジタル版もあります。ウェブアプリ、そしてスマホアプリ、乗りまし金沢で購入し、スマホを降車時に運転手さんに提示すれば、チケットレスで乗り降りが可能です。中学生以上800円ってことは、まあ、4回乗り降りしたらもうそれで元が取れちゃうわけですから、うんうん、いいですね。楽しめるにはおすすめです。ぜひ皆さんも、この秋バスで巡ってみてはいかがでしょうか。えりすぐりでした。